こんにちは、整形メイクのみえです。お願いします。今日はちょっとなんかこんな部屋感満載なんですけど、すいません。はい、では今日は一重メイクをしていきたいと思います。それもずっと気になってた、どこ行っちゃった、このこちらです。オーブクチュールブラシ一塗りシャドウ561番ブラウン系を使ってメイクをしていきたいと思います。これがミューの大好きな大好きな石原さとみさんがあの CM していたやつなんですけど、これがここに目元はっきり一重奥二重の方にもって書いてあるんで、ちょっとこれに気になって、本当にブラシ一塗りでそんなにこんな目元パッチリ一重さんでも私みたいな人でもなるのかっていうのをちょっと今日は実験レポしながらしていきたいと思います。はい、ではお願いします。見やすいようにちょっとこれでターバンで留めてるんですけど、ごめんなさい、お風呂上がりみたいな感じでお願いします。ここもこちらを使っていきます。エンジェルカラーのバンビシリーズのヴィンテージヌードを使っていきます。眉毛はちょっともう仕上げちゃいました。やり方が書いてある。まずはこの一番上の方を指でまぶた全体に塗っていく、いきます。こういう感じのクリームシャドウですね。これは今アイホール全体に塗っていってます。はい、ではではアイホール全体に塗っていた感じ、こんな感じです。でお次に、何これ、面白い。で面白い、見てこれ、白と茶色に分かれてるんですけど、こちらブラシは白を上に、ブラシは立てて両面に何これ難しい。この白をブラシは立てて両面に、立ててって何、こういうことかな、立ててってこういうこと、こっちかな、え、こういうことかな、立てるってことかな、でこういうことか、あ、なるほどね。多分ブラシは立てて両面にって書いてあるんで、白を上にするらしいです。なので、え、怖い怖い怖い、ちょっと行くよ。ブラシは立てました。ついたようです。なんかで塗る、ちょっとドキドキする普通に塗るんだよね、これ。いきます。これ二度塗りとかありなのかな、ついるよな絶対。まあ、こんな感じでちょっと一気にやっていきました。固めもやっていきます。どういうこと、あ、逆につけた方が良かったのか、あ、こうやってればいいのか。で固めはまあさっきとこういう感じでつけてたんで、こういう感じでつけてた方がいいよね。まあ確かにグラデーションにはなりますね。グラデーションにはなりました。こういう感じです。今つけていって、まあ、ちょっと境目ささっとぼかそうかな。でここのチップで目の際にって、これ書いてあるんで、一番下のこの部分、これを目の際に塗っていきたいと思います、ね、この一番下のこれを際に塗っていきます。このチップ硬くて描きやすい。これアイライナーいらないね。これはアイライナーいらないなと思います。そしたらじゃあ目尻下げ気味に、ちょっとはみ出し気味に入っていきます。アイライナー代わりに引いていきます。はい、ではシャドウをちょっと塗っていきました。こんな感じです。え、どうかな、あ、綺麗なグラデーションできてるかもしれないの。
こんな感じでちょっとやっていきました。シャドウの発色もすごく良かったです。はい、ちょっとアイメイクを仕上げていきます。まずビューラーをしますね。やっぱ今日は一重のままで仕上げていくので、マスカラはしっかりめに塗っていきます。黒目の上は特にビューラーをしますね。最近気づいたことが、ビューラーをしてあげるとなんかまつげが重みがついてすごく二重になりやすいっていう感じになりました。最近このビューラーをしっかりすることによって。でマスカラをつけていきます。使うのはこちらです。ラッシュホリックのエクステンションマスカラのカールロングを使っていきます。根元からしっかり毛先に向けてつけていきます。これも今日は一重で仕上げていくので、しっかりめにマスカラもしていきたいと思います。はい、ではマスカラを塗っていきました。こんな感じです。ちょっと結構がっつり塗っていきました。下まぶたにこの一番上のこちらのクリームシャドウの部分をつけていきます。結構これもツヤが出るので、涙袋はこれ一つでちょっと仕上げます。はい、では下まぶたにこちらのクリームシャドウを塗っていた感じ、こんな感じです。なんか普通に今二重にしてないけどパッチリした気がします。すごくやった確かに今二重にしてないんですけど、確かにちょっとなんかパッチリした気がします。え、これってすごいのかな質が高いだけあってちょっと良き感じかもしれないです。そしたら下マスカラをしていきます。さっきのマスカラと一緒のマスカラを使います。はい、では下マスカラも塗っていきました。はい、ではアイメイク完成しました。こんな感じです。え、意外と一重でもこれいけちゃうんじゃないですか。これあれ、なんか目大きくなった気がする。うん、どう思いますかみんななんかパッチリした気がする。では検証結果ですね。こちらオーブクチュールは確かに一重、私でもパッチリしました。今二重にしてないです。まあ確かに、まあ、グラデーション、綺麗なグラデーション、まあ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 感想なんですけど、ちょっとまあブラシ一重でグラデーションっていう感じだったんですけど、これはマジで要練習だなって思いました。難しいよねこれだって。これ一塗りでバッていってバッていくわけだから、ちょっとグラデーション作るのはまあ要練習かなっていう感じはするんですけど、まあ、パッチリはしました。はい、はい、では今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。